お世話になっております、マサルです。今回はゼロトラストを構成している要素として IAM と IAP について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず IAM についてお話しします。次に IAP についてお話しします。それでは始めていきましょう。 IAM アイデンティティ&アクセスマネジメントは、利用者情報の管理・認証を行い、アプリケーションやデータに対するアクセス権を制御します。ゼロトラストはどんな場合でも認証・認可を厳重に行います。 IAM の行う認証・認可の役割はゼロトラストの根幹といえます。具体的な IAM の機能として、識別・認証・認可・ログの管理などが挙げられます。識別は利用者ごとに ID 管理を行い、利用者を識別します。認証は利用者の正当性を検証します。認可は利用者ごとに許可されたアクセス権を付与します。ログ管理は利用者ごとのアクセスログを管理します。従来 IAM は社内ネットワークに設置するオンプレミス型として利用されることが多かったのですが、社外から SaaS にアクセスする機会が増えた現在は、クラウド型の IAM が主流になってきています。クラウド型の IAM はクラウド上で ID とアクセス管理を行うサービスなので、IDaaS と表記されている場合もあります。 IAP はアイデンティティアウェアプロキシの略です。ユーザーの認証結果に基づいて、ユーザーとアプリケーション間の通信をコネクタを利用して仲介させる機能があります。例えば在宅環境から社内リソースを利用したい従業員がいるとします。これまでは VPN 接続で社内ネットワークにアクセスしていましたが、 VPN 接続で社内ネットワークにアクセスするとネットワーク単位での接続を許可したこととなり、本来利用する必要のない社内リソースにもアクセスできてしまいます。万が一在宅環境の PC がマルウェアに感染していた場合、社内ネットワーク全体に被害が広がってしまう可能性があります。そこで IAP を使います。 IAP はアプリケーション単位で接続することができるのが特徴です。在宅環境から IAP を利用してアプリケーション単位で接続をすることができるので、ネットワーク単位で接続する VPN よりも安全性が高いと言われています。なお今回は在宅環境を例に説明していますが、厳格なゼロトラスト環境を作る場合は、接続元が社内であっても社内ネットワークの業務アプリケーションを利用する場合に IAP を経由させて業務アプリケーションを利用させます。こうすることで社内・社外に関わらず認証・認可を行うゼロトラストの概念を実現することができます。それでは今回は IAM と IAP について一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回は IAP の説明の中でコネクタの話題が少し出てきました。コネクタは情報処理安全確保支援士令和5年春の午後1問3で出題されています。この問題の中でコネクタについてこのような注記があります。 P コネクタと P サービスとの通信は P コネクタから P サービスに接続を開始する。この注記の内容は理解しておきたいコネクタの大切な特徴です。例えば在宅環境の従業員がリモート PC を利用して社内ネットワークの業務サーバーにアクセスする場合、通常そのような通信はファイアウォールによって遮断されてしまいます。そこでコネクタを利用します。中期にあるようにコネクタは自分から接続を開始します。この問題の例の場合は P コネクタから P サービスに向けて自分から接続を開始します。ファイアウォールは内部から外部に向けて通信を行う場合は許可していることが多いので、コネクタからの通信はファイアウォールを通過することができます。その結果リモート PC は P サービスにさえ接続できれば、 P サービスから先はコネクタとのコネクションを利用して業務サーバーにアクセスすることができます。コネクタを利用することでリモート PC と社内の業務サーバーの接続をファイアウォールの追加設定なしに実現することができるというのはコネクタの大きな特徴です。コネクタの特徴やメリットをしっかり覚えておきましょう。それではおまけトークまで聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。